放射性元素が減少していく様子のシミュレーション結果、上の数値は、半減期の何倍の時間が経過したかを示す。サズでは、最初に一ブロックあたり4個、ウズでは一ブロックあたり400個の原子が含まれる。半減期とは、ある放射性同位体が、放射性崩壊によってそのうちの半分が別の各種に変化するまでにかかる時間を言う。放射能を持つ元素の原子核はいずれ、 放射性崩壊をして他の元素に変化していくが、その崩壊は一定時間の間に一定の確率で起こる。はじめの原子数が N 個であるとき、その半分 N2 個が放射性崩壊するまでの時間をその放射性同位体の半減期と呼ぶ。またはある放射性同位体の放射能を A ベクレルとするとき、それが時間経過によって半分 A2。A? 2 ベクレルになるまでの時間を言う。半減期は放射性同位体の安定度を示す値でもあり、半減期が長ければ安定であり、逆に半減期が短ければ短いほど不安定な各種ということになる。放射性同位体の放射性崩壊は自然に発生するもので、放射性同位体ごとに定まる確率のみによって左右されるものである。すなわち、崩壊までの期間はその物質の置かれている。 古典物理学的、科学的環境には一切依存しない。もともと原子力は放射性物質の半減期を短くすれば放射性物質の崩壊エネルギーをより短期間に取り出せるだろうということで半減期を短くする研究が行われたが古典物理学的な手法によるものはことごとく失敗した。人工的に原子核の崩壊を起こすには加速器などを用いなくてはならない。また、 人工的に原子核の崩壊を起こして、半減期よりも早く放射性核種を減らす手法としては、核変換技術と呼ばれる技術が研究されている。加速器及び核変換も参照なお、一つの放射性核種を対象として、その放射性核種がいつ崩壊するかを決定論的に予想することもできない。詳細は、放射性炭素年代測定を参照ある。 特定の放射性同位体の個数、放射能の時間変化は以下のように計算される。統計学的には、核崩壊する確率は指数分布を用いて表すことができる。ただし、以下は一時反応のみであり、娘各種も放射能を持ち時間変化により親、娘量各種の双放射能を求めるといった場合を考慮していない。その場合は連立微分方程式を立てて解かねばならない。 なお、これらの半減期の長さによって任意の時間が経過した時の放射能の強さは放射平行によって論じられる。放射性同位体の時間経過に伴う原子数の変化は微分方程式として記述することができる。放射性同位体の種類によって固有の崩壊定数を持つが今原子数の時間的変化を求めたい放射性同位体の崩壊定数をラムダとする。なお、 t イコール0の時のその放射性同位体の原子数を n 例とする。時刻 t における原子数を n は微分方程式 dn dt イコールラムダ n ディスプラスタイルフラックマスム dn マスム dt イコールラムダ n に従う。この回は初期条件 n イコール n 例から n イコール n 例 e ラムダ t ディスプラスタイル n イコール n 例 e ハット ラムダ T となる。これが、崩壊定数ラムダを持つ、放射性同位体の時間経過に伴う、原子数の変化を表す式である。はじめに1ベクレルあった、放射性物質がどれだけの速さで減衰するのか、表したグラフ。放射能も、指数関数的に減衰する。崩壊定数は、半減期に、半比例するため、崩壊定数が大きいほど早く減衰していることが、わかるだろう。 グラフで上の線ほど崩壊定数が小さいため減衰していないが一番下ではすさまじい速さで減衰しているのがわかる。ここで Y 軸が放射能、X 軸は時間の単位をビオと取った場合半減期は有効数字3桁で上から17.3秒、3.47秒、0.693秒、0.139秒、0.0277秒である。 崩壊定数ラムダから、半減期を求める計算式を導出する。今、崩壊定数ラムダを持つ、放射性同位体の半減期を、t1、2とする。t イコール0の時その放射性同位体は、前節同様、n イコール n0 個あるとし、半減期、t1、2の定義から、n イコール n0、2、ディスプラスタイル、n イコール n、0、2が成り立つ。n イコール n0、いくつプ。 ディスプラスタイル n イコール n レイクスプから t1 にイコール ln ラムダ0.693ラムダディスプラスタイル t1 にイコール ln ラムダアプロクス0.693ラムダである放射崩壊において半減期と崩壊定数は各種に固有な値を取るので半減期または崩壊定数の測定推定値から各種を推定できるまた 物質の流出乳が閉じた K では、放射能の減衰度合いと半減期から逆算して、年代測定に用いられる。ある放射性同位体が単位時間あたりに崩壊する。個数、個、秒を、その放射性同位体の放射能と呼ぶ。放射能の単位はベクレルである。放射能を、A は、以下のように定義される。A イコール DNDT、ディスプスタイル、A イコールレフト、フラック、DN。 dt ライト前説のように、原子数の時間変化の式を考慮すれば、a イコールラムダ n イコールラムダ n e ラムダ t ディスプラスタイル、a イコールラムダ n イコールラムダ n マスム、e ラムダ t と表すこともできる。式からわかるように、放射能は放射性同位体の原子数に比例する。このことから、半減期を放射能が半減するまでにかかる時間と定義しても、同値であることがわかる。 崩壊定数が不明な放射性同位体が存在すれば単純に放射能の減衰を測定しその結果から半分になる時間を計算すれば半減期を求めることができる。なお、半減期をもとに1、2だけではなく1、4、1、8になる時間も算出できる。元素にもよるが放射性物質を体内に取り込んだ場合時間が経つにつれ放射性物質は 代謝によって体外に排出されていく。そこで、体内にある放射性物質の量が代謝により、半分にまで減少するときの時間を、生物学的半減期という。生物学的半減期は、物理学的半減期とは、メカニズムとして、全く別のものであるため、代謝によって放射性同位体が排出されるとともに、放射性同位体の放射性崩壊を起こすによっても、 体内の放射性物質の量は減少していく。この生物学的代謝と放射性崩壊による減少を合算して実際に体内の放射性物質の量が半分になるまでの時間を実行半減期と呼ぶ。実行半減期ではその逆数が生物学的半減期 TB の逆数と物理的半減期 TP の逆数との和となることから求める。つまり実行半減期で 物理学的半減期 TP 及び生物学的半減期 TB は h t イコール 1TP1TB ディスプラスタイルフラック 1T マスム E イコールフラック 1T マスム P フラック 1T マスム B を満たす。崩壊定数ラムダの放射性物質が単位時間あたりに9ずつ増える系を考えれば微分方程式 dn dt イコール qλn ディスプラスタイルフラック dn dt イコール qλn で与えられる。この回は n イコール qλ ディスプラスタイル n イコールフラック qλ である。この式は単位時間あたりにーベクレル摂取し、改変による減衰を無視し、生物学的半減期による減衰を考えれば、 一定量の放射性物質を毎日摂取し続けた場合の体内濃度が計算できることは明らかであろう。ウラン235とその娘各種であるアクチニウム、崩壊系列の図。ここで安定度遺体である鉛207になるまで様々な各種を経由して崩壊していく。放射性崩壊において崩壊する元の各種を親各種と呼び、 崩壊によって生成された各種を娘各種と呼ぶ。各種が放射線を出さない安定した各種であるとは限らない。ウラニウム、プルトニウム、トリウムなどの各種は崩壊しても安定同位体とはならず、崩壊系列をなす。カト平行と永続平行1、カト平行の親各種2、カト平行の娘各種3、永続平行の親各種4、永続平行の娘各種娘各種も、 放射能を持つとき、放射性物質の放射能の減衰は単純な、時間的な指数関数的現象とは異なり、親各種と娘各種に関する連立微分方程式を立てなくてはならない。一般に、娘各種の半減期が、親各種の半減期よりも長い場合、時間とともに、親各種が崩壊してゆくため、娘各種のみが残ることになる。 また逆に、娘各種の半減期が、親各種よりも短い場合、放射性平行と呼ばれる、平行状態が成立する。放射性平行が成り立つときは、単純な結果を得る、ことができる。例えば、放射性物質 A が崩壊して B、B も放射性物質であり、これが崩壊して C になりこれは、安定格であったとすれば、それらの任意の時刻 T における量は、連立微分方程式。 dna dt イコールラムダ a na dn b dt イコールラムダ a na, ラムダ b n b dn c dt イコールラムダ b n b ラムダ c n c, ディスプラスタイルビギンアラインドフラック dn, マスム a, dt イコールラムダマスム a n, マスム a, フラック dn, マスム b, dt イコールラムダマスム a n, マスム、A ラムダ、マスム、BN、マスム、B、フラック、DN、マスム C、C、DT& イコールラムダ、マスム、BN、マスム、B ラムダ、マスム、CN、マスム、C、エンド、アラインドによって表される。これを蓄次崩壊という要因に拡張されるように、プルトニウムなどの3つ以上の崩壊系列をなす。各種では、 n 番目の放射能の量は、dnn dt イコールラムダ n-1、nn-1 ラムダ nnn ディスプラスタイル、フラック、dnn dt イコールラムダ n-1、nn-1 ラムダ nnn で与えられることが推測できるが、ここでは主に3段階の崩壊の場合についてのみ、述べる。 ここで A のみがあった状態で、初期条件 T イコール0を与えれば明らかに、A の量がそのまま初期値であり、2番目以降は0であることは明らかである。A の初期値を N0 と置けば、それぞれの任意の時刻の放射能は、NA イコール n 0 e ラムダ a t n b イコール n 0ダ a e ラムダ a t e ラムダ b t ラムダ b ラダ a n c イコール N0、ダ a ダ b e ラムダ b t e ラムダシ CT, ディスプラスタイルビギエ、アラインドエヌマスム A, アンドイコールエヌレイイハット、ラムダ、マスムエーテ a エヌマスムビーアンドイコールエヌレイラムダ、マスムエーフラック、E ハット、ラムダ、マスムエー AT から E ハット、ラムダ、マスム b ーラムダ、マスムビーラムダ、マスムエヌマスムシーアンドイコールエヌ A ラムダ、マスム、A ラムダ、マスム、B レフトからフ、e ト、フラック、E ハット、ラムダ、マスム、BT、フラック、E ハット、ラムダ、マスム、CT、ライト、エンド、アラインドで与えられる。ここで、A は単調現象であり、B、C 等は最初は増加するものの平行に達すると、現象へと転ずる。A より B の崩壊定数が大きいとき、 十分大きな時間 t が経過すれば、XPXP、ディスプラスタイル x p スプ GG イ p すなわち、b の方が早く減少するため、nb, na1、ディスプラスタイル n、マスム、b,n、マスム、a、l1 l として、n b n ラムダ a ラムダ b ラムダ a ラムダ a t ディスプラスタイル n、マスム、b, アプロクス、フラック、n,a,λ,λ, マスム、a ラムダ マスム、B ラムダ、マスム、AE ハット、ラムダ、マスム、AT のように禁じできるわけであるが、これこそが過度平行である。さらに、A の半減期が圧倒的に長く、ラムダ A、ラムダ B といった状態では適当な時間が経過するならば、ラムダ ANA イコール、ラムダ BNB イコール、ラムダ c n C イコール、ディスプラスタイルラムダ、マスム、AN、マスム、A イコールラムダ、マスム、 bn, マスム b イコールラムダマスム cn, マスム c イコールドツビー崩壊率が等しくなる。存在比は、蒸気式より ,na, nb, nc, イコール 1, ラムダ a, 1, ラムダ b, 1, ラムダ c, イコール ta, tb, tc, ディスプラスタイル n, マスム a, n, マスム b, n, マスム c, ドツビーイコール 1, ラムダ、マスム、A、1、ラムダ、マスム、B、1、ラムダ、マスム、C、ドッツ B イコール T、マスム、A、T、マスム、B、T、マスム、C、ドッツ B が直ちに得られる。これを永年平行、または永続平行という、崩壊が分岐する場合について、編集ある放射性物質が一定の確率で、N 個の別の各種にそれぞれ崩壊する場合、 全崩壊定数ラムダは、i 番面に崩壊する崩壊定数を、ラムダ i とすれば、ラムダイコール i イコール 1n ラムダ i イコールラムダ1ラムダ2ラムダ n、ディスプラスタイル、ラムダイコールスム、i イコール 1n ラムダ、i イコールラムダ1ラムダ2度つびラムダ n という関係が成り立つ。崩壊定数は、半減期の逆数であるため、LNT1 にイコールラムダ、ディスプラスタイル、 フラック、LN、T、1、2イコールラムダという関係が成立する。つまり、同じ各種が異なる半減期 T や崩壊モードで、複数の娘各種、状態に改変する現象では、蒸気式に代入することによって 1T イコール LN、I イコール 1N1TI イコール LN、ディスプラスタイル、フラック、1T イコール LN スム、I イコール 1N、フラック、1T、 i イコール ln レフトのような関係が得られる。ここで 1t は前半元期である。これが崩壊定数の相和と同値であることは明らかであろう。また、平均寿命については、崩壊定数と逆数であるため、崩壊する場合の平均寿命についてはそのおのおのの、平均寿命の逆数の相和が、前者について成立するということである。つまり1タウイコール i イコール 1n1。 t a イイコール一タウ一1 1 tau 2 1 t a ディスプラスタイルフラック一タウイコールスムアイイコール一エヌフラック一タウアイイコールフラック一タウ一フラック一タウ二2ドツビーフラック一タウエヌでありアイイコール一エヌ一タウアイイコール i イコール一エヌラムダイディスプラスタイルスムアイイコール一エヌフラック一 タウ、i イコールスム、i イコール1、n ラムダ、i という関係が成立するという意味である。これを仮に、全崩壊定数と名付け、ここで、全崩壊定数をラムダと置いたとき、各々の事象ラムダ1、ラムダ2に崩壊する確率は、それぞれラムダ1、ラムダ、ラムダ2、ラムダによって与えられ、これを分岐比と呼ぶ。 ここでは主要な放射性同位体の物理的半減期、生物学的半減期の一覧などを載せておく、各数値の出典はに従ったが、半減期の有効数字は簡単のため1から2、桁とした。また、崩壊定数の時間の単位は全て半減期に順ずる。崩壊定数は物理的半減期のものである。また体内から9割排出される期間とは、生物学的半減期から計算し、 初期値から一切放射性物質を摂取せず、かつ改変により減少することを無視したものである。詳細は参考文献や外部リンクにあるデータベースなども参照のこと。参考、完全な二足歩行が可能な原人が誕生したのは、約200万年前地球が誕生したのは、約46億年前。ランダウ、アヒエゼル、リフシッツ、物理学、理学から物性論まで。 小野天音、豊田博史寺、岩波書店、1969年、108ページ、ISBN4 から00から005911 00から、4、K. ホフマン、夫・ハーン、科学者の義務と責任とは、山崎正勝、小永屋大輔、栗原岳氏、シュプリンガージャパン、2006年、32から33ページ、ISBN4 から431712178、 イーシュポルスキー、原子物理学3玉木秀彦ほか、東京図書株式会社、物理学専書18、18181ページ、ISBN 978から4から489011030、熊谷広労加速器、融合反応 ht、http コロンスラッシュスラッシュ。nii.ac.jp スラッシュ naid スラッシュ11002070470、 福田里市、放射線技師のための物理学算定版東洋書店、1991年、170ページ、ISBN4 から8万8595から 309X、長江智文、長富正春、原子核物理学、消化棒、2000年、43から44ページの例題4.1を参考。 ISBN4 から7853から 2094X。草間。真田淳平。原子核。放射線の基礎協立出版。協立全書163。1966年。29から30ページ。ISBN4 から320から00163。X ハットグラハムボムチョ。堤正義役。ケンブリッジ物理公式ハンドブック。協立出版。2007年。 101ページ、ISBN 978から4位から320034525、真田淳平、原子核、放射線の基礎強律出版、強律全書163、1966年、30ページ、ISBN 4から320から00163、X 岩波理科学実験第ご版、1998年、 ISBN400 から080090か,から6項目崩壊定数より物理学辞典講談社 P86ISBN978 から4から06から257642から0ありがとうございます。